マルコ・ファップリは、イタリアの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、シャルレーヌ・ギニャール、ステファニア・ベルトンなど。弟のアンドレア・ファップリもフィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピックイタリア代表。2012年ババリアン・オープン優勝。2019年欧州選手権同メダル。2007年までは、シングルの選手としても活躍し、 2007年の世界ジュニア選手権では18位に入った。また、後にペアスケーティング選手に転向したステファニア・ベルトンとカップルを組んでいたこともある。2009年5月にフランス人のシャルレーヌギニャールとトライアウトを行った。その結果新たにカップルを結成することを決め、6月から練習を始めた。ギニャールが所属国の変更を行ったために1シーズンは、 試合に出場できず、2010から2011シーズンから試合に参加。2010年ゴールデンスピンでは銅メダルを獲得。2011年世界選手権では19位に入った。2012年ババリアンオープンではシニアの国際大会で初優勝を果たした。2013から2014シーズン、欧州選手権では8位。ソチオリンピックでは14位。詳細。 ありがとうございます。